ヒーローイズカミング。1853年、日本幕府との修好通商条約を締結し、アジアでの影響力を高めつつあるアメリカ合衆国。メキシコとの友好的な併合を迎え、その国威は爆発的成長を遂げようとしている。我らにこの大地は狭すぎる。南米に、インドに、アジアに、この星の輝きを。おっせい、can you see? 君には見えているだろうか。この大海原の空を無数にはためく。星雲旗の勇士が。モンチュールのブヨナセーラ、ビクトリア3、アメリカ合衆国プレー、日本に開国を打診したところから開始だよ。ここまでのプレーは前回をチェックチェック。引き続き略州領有と経済的支配の達成を目指してプレーしていこう。おお。1853年6月、早速比例課税を制定。しば、これで税収入は安定しそうですね。お、俺たちの金が。まあまあ、課税レベルは一つ下げておくから。まだ高い。中央アメリカの小国たち、ホンジュラス、エルサルバドルはまとめて傀儡か。エルサルバドルって国名の響き、かっこよくありません？救世主ですよ、救世主。おう。同年12月、ニューグラナダの傀儡化に着手。本格的に南米進出開始ですね。さすがに列強たちが黙っては。言ったそばからフランスが介入してきたか。まだ無理はしたくないから、フランスへの目標追加はやめておこう。アメリカ陸軍、これしかいませんからね。民兵呼びましょう、民兵。非正規軍だけどいいかな。せめて有事には備えてもらって。大丈夫だって。ほら、もうじきニューグラナダも折れるし。あ、上陸された。助けて民兵。非正規軍だけどいいかな。ワシントン DC 目前でなんとか食い止め逃げ切り勝利。戦線を広げすぎると大体数不足がもろに影響しますね。ぼちぼち軍拡するか。終戦と同時に旧メキシコ領の併合が完了し、ジャーナル、メキシコ活上地を完了。お、この一文は、America the Beautiful の歌詞だね。おう、Beautiful。詩が出版されたのが1895年だから、40年早く誕生したね。今なら我々で歌ってみたお。私たちは歌えない私たちだからな。哲学的ですね。さらに1857年、残ったコロラド州の植民と共に、フロンティア戦争が完了。新しい世界の誕生は目前だ。これが我らの使命。この世界戦ならコロラド戦争も回避できそうだ。だね。翌1858年、オレゴンの測量と、モンタナ、ワイオミングの植民が完了。これでオレゴン国境紛争の完了ですね。西部フロンティアも一段落でしょうか。まだオレゴン内と北部に未入植地があるけど、ジャーナル的には完了だね。気づけば GDP も100ミリオンを突破。イギリスはまだしも、フランスとは結構な差がありますね。日用品の供給が小手に回った影響か、生活水準の伸びもいまいち。そりゃああんなことしてたらポップたちの生活にも影響しますよ。うぐ、急ぐ理由も皆無でしたからね。ぐは、まあそれは今後の頑張りに期待ということで。その後はしばらく南米での拡張に注力。アルゼンチン、チリと傀儡政権を樹立していき、1862年には最初の大陸横断鉄道が開通。よーし、それじゃあ私がゴールデンスパイクを打ち込みますね。いやいや、私にも出番を。やいのやいの。Crossroads of the West。これで選択地域の移住求心力がモリッとアップ。移住はウェルカム。この補正は助かりますね。このまま移住者を呼び込みつつ経済力を伸ばしていこう。州の併合は順調なんですか？併合は実施中だけど、目標の100州までは残り。6×11 で、現在66州。星の数でカウントするのか。星が綺麗に並ぶ数しか国旗の差分がないから、アウトライナーで確認しようね。次回である。ブーメランである。併合中の州もまだあるけど、外来国家の併合も必要になりそうかな。ところで、アメリカ合衆国なのにあそこを征服してませんよ。あ、じゃじゃーん。1864年、前倒しでハワイを征服。ボンドーム用のハワイ併合だ。これは後年確実に揉めますね。任せたその時の大統領。時は流れ1868年、ようやくポンプジャックの研究が完了し、石油リグが建設可能に。やっと来ましたね。我々の真の力を発揮する時が。バージョン 1.1 でアメリカ大陸に大量追加された石油。さあ、もりもり石油を見つけてビシバシ採取しよう。勝手な。若干ネタバレになるけど、本プレイでの北米における最終的な石油生産状況はこんな感じに。かなり広範囲から採取できてますね。でもこの価格は、さすがに余るほどの量は採取できないけど、バージョン 1.0 に比べればかなり改善されたかな。ゲームとしてのバランスもありますし、調整が難しそうですね。我々は我々の意見や考えを発信していきましょう。きっと10年間はこのシステムがベースになるのだから。急にホラーにするのやめてください。いかんいかん、脱線しすぎたか。話をプレイに戻して、1868年、合衆国はついに一つの大きな決断をすることになる。一体何を。現在の市場価格はこんな感じ。ふむふむ、鉄の価格がマイナス 11% で、鋼鉄、石炭はこのくらいか。では、ごくり3種の資源を輸入できるだけ
潜入するんだ。うわ、歴史を繰り返しましたよ。いつまでも残ってるのがモヤモヤしちゃって、ついあれ、もう貿易ルートがなくなっちゃったね。ならば最優先で建設だ。オラ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 、絶望的にプレイが雑ですね。建設級の優先度入れ替え作業を全部動画化してもいいんだよ。エズラが圧倒的に地味なのでやめてください。内政に専念していたところ悪名も低下し、周辺国家との関係が改善。1869年、ブラジルと貿易協定を締結しーの。関税同盟を締結しーの。アメリカ市場のメンバーが8カ国に到達しーの。ジャーナル、市場の拡張も無事に完了。まともな関税同盟はブラジルだけですが、物理力も立派な市場ファクターだよ。引き続き鉄、石炭、鉄鋼をもりもり増産していき、市場価格は劇的変化。1870年、対象資源の市場価格を抑えたことで、消費価格の低減を完了。無事に達成で、鉄鋼安。経済壊れちゃってますよ。無理して建設セクターも増やしたからね。不要な貿易ルートは解消しちゃって。まだまだすっごい赤字だ。でなんだこの助成金。あ、切り忘れてた。そこまでしてたんですか。必要でした。議論の余地はあると思います。はい。経済的支配のジャーナルも残すところあと一つ。ここからは難しいことは考えず、経済を伸ばしていくだけ。しかし世界を見渡すと、そこかしこで不穏な空気が漂い出していた。なんだなんだ。カナダではオンタリオ独立運動が勃発。そうか、春が来たのか。自由を求める声は高まり、旧態依然とした国家運営への反感は募る。そんな中、我々合衆国はベネズエラへの外交的圧力を高めることに。そろそろ悪名を無視しだしましたね。しかしこの動きにはフランス、北ドイツ連邦が待ったをかける。むむむ、さすがに列強2カ国が相手となると、でランキングが1位になってますよ。あれ、フランスとはまだ差があったはずだけど。ムーム、もはや風物詩だね。歴史が前後してますが、不法戦争も勃発してますし、こりゃ南米に戦力を回す余裕ありませんね。さらにハドソン湾会社でも反乱軍が放棄。我々アメリカに直接影響が出そうなところで。ふむふむ、結果を待とうか。今は目下の争いを。お、フランス、イギリスともにカムバックしたみたいですよ。とはいえすでにベネズエラ戦は佳境を迎えており、こちらの要求を通して終戦。さてカナダの様子は。おお、すごい色になった。これは当然外来政権樹立します。します。特に列強の介入もなく、ハドソン湾会社は撤退。そのままオンタリオ、オレゴンと併合を進めて、1879年、北米の大半を支配下に置くことに成功。微妙に白い土地がありますね。オレゴンは開拓してくれませんでしたか。自分たちでやっちゃおう。あとはどこまで拡張と併合するかだけど、ひとまずエクアドルを併合しつつ考えよう。介入は、あ、ロシアですよ。ロシアですね。そいつはありがたい。アラスカは購入できそうにないし、直接いただいちゃおう。ロシア君がおとなしく債務を借り入れていれば、その場合も経済的に立ち行かなくなってるか。運命は変えられないのであった。ではありがたく、1884年、アラスカと、ついでにサハリンをアメリカ合衆国の州として編入。まだ準州くらいですけど。その後もアマゾン、ペルーと勧誘活動を続け、1887年、ちょっと早いけど、スペインに対してキューバの統治権限以上を要求。米西戦争勃発だ。列強に直接仕掛けるのは初めてですね。さあさあ他列強の介入はあるのか。オーストリア参戦。海軍持ってるのか多いし。イギリス参戦。海軍も強いですね。はい。衛星海軍コラボレーションとは熱い展開ですね。敵なんだよな。まあいいか。いざ、US ネイビーの力を見せつけるのだ。おうおう。ところで肝心のキューバで反乱が発生しましたけど。これはいかんやつですね。おいイギリスくん、君のアメリカ大陸の領土いただくね。戦争の主目標がスライドするのであった。悲しいな。キューバは案の定反乱軍が勝利し、スペインから独立。上陸作戦もことごとく返り討ちに遭う始末。結果、スペインとは白紙和平という形で終戦へ。なんだこの、なんだ。正しい戦争なんてあるもんか。使い方も使う場所も違うんだよな。間接的にイギリスを下し、列強1位へと躍り出た合衆国。その勢いはとどまることを知らず、1891年、かつての貿易仲間ブラジルを傀儡化。一瞬で関税同盟を解消していたのは内緒だ。さらにパラグアイも傀儡化し、南米で残すはボリビアとフランス領のみに。なおボリビアは北ドイツ連邦が保護国としている模様。そうはならんやろ。ゴールドラッシュに加えオイルラッシュも止まらない。立てろや立てろ。ブーム凄まじいですね。これでも足りなくなるんだけどね。と、ここまで南米での勢力拡張に注力してきたけど、ここで大統領動く。この気迫、ただごとではない。この東南アジアの状況、いや、太平洋の状況を見てくれ。多くの国家がせめぎ合い、列強たちの植民地も溢れている。こんな事態許されるのだろうか。全てを仰ぐ。皆が星の元に集うべきではないだろうか。うわぁ、なんか変なこと言い出しましたね。USA! USA! ということで、ここからは経済成長に加えて。
太平洋まるっと合衆国作戦を展開するよ。作戦名が絶望的にダサいですね。要するに環太平洋地域を中心に勢力を広げていくと。そう、手始めにオーストラリアとベトナムを傀儡か。開国した日本は、あれ、日本幕府のままだね。倒幕なしですか？どうせなら拝みたかったですが、残念。外からでは細かな状況までわからないし、幕藩体制のまま傀儡化しちゃおう。幕府か否か関係ありませんよね。ぐへへ。1892年、日本幕府は合衆国の傘下に入ることを承諾。日本ですら内向プレイで撤退するということは、もう列強が複数介入してこない限りは開戦しそうにありませんね。どれどれ、それじゃあ北京にでも手を出して試してみようか。環太平洋となると、秦の解体が問題になりそうですね。そこは AI のご機嫌次第なところもあるけども、今回は秦がすんなりと折れ、北京を割譲。こりゃ時間がかかりそうだ。周辺国家への外交プレイで釣り出せないか試していこう。カンボジアの傀儡化で、秦が介入してきましたよ。北京を割譲して接した効果もあるのかな。あとはこのままカンボジアが撤退しなければ。おお、無事に開戦。無事に開戦ってなんだ。戦争やしか発しない言葉ですね。では遠慮なく北京から大隊を進行させて。お、ここで併合州が100に到達。1895年、実績スタースフォンバナーお解除。おお、やったぜ。ぬるっと到達しましたね。州数をきっちりカウントしてなかったからな。これで国旗もすっごい星の密度ちゃんと100個あるんですね。これが上限みたいだけど、芸が細かいね。真には従属国たちを解放させ、他数カ国には従属を要請と。ここまで来ると時間との勝負でしょうか。あとは革命運動への対応くらいだね。先ほどから臨界目前をキープしてますからね。100未満はゼロなのだよ。悪徳政治家の才能ありますね。うっし、それじゃあ GDP を伸ばしつつ最後まで走り切ろう。青く染まっていく様、どうぞお楽しみください。1898年、合衆国の GDP は500ミリオンを突破し、首位独走状態に。B はオーストリア・ハンガリー帝国という点がポイント高し。先ほどの不応戦争はオーストリアが勝利したんですね。やるじゃない。そんな中、ついに列強たちによる合衆国包囲網が始動したか。まずは最大の因縁を持つイギリスが、先陣を切って仕掛ける。おい、このアメリカ野郎。あ、イギリス君、それはまずいんじゃ。のわー。こうして東インド会社は移譲されるのであった。ものじゃないんですから。東南アジア、インドシナ、ビルマと諸国をめぐり、懇切丁寧に我らの思いを伝えていく。やってることは完全に危ない団体ですね。それ以上はいけない。スペインからフィリピンの統治を移譲。ん？なんか欧州はまた派手に燃えてるな。おお、カルマル同盟も形成できるんですね。そのカルマル同盟での反乱騒ぎですが、あれ、後半からオーストリアに戻ってますよ。なんで？さあ。と、そんなこんなしているタイミングで1ビリオンに到達。ちなみにこの辺で有力市場の GDP 条件は達成済み。さすがにね。ここまで世界を牛耳ってれば問題なく、目標がマイナスだ。ビクトリア3はお茶目だな。その後も小国の併合を進めていき、1915年、生みの親は語弊があるか、因縁の相手イギリス君が、なぜか長らく列強の座に姿を見せず、なぜかね、なぜか、ということは、いつもの傀儡化です、はい。と、一晩にしてイギリス政権は合衆国傀儡政権へ。おお、青いブリテン島もいいですね。1917年、毎度程よく成長するイタリアへも傀儡化を打診。この外交プレーが、最終的にロシア、スペイン、オスマン、北ドイツ連邦、さらに清までをも巻き込んだ世界大戦へと発展。うへえ、すっごい数。さすがのアメリカでもこの数はまずいんじゃ。何のやらいでか。ほとんどの列強、大国は形式参戦みたいなもの。特にアメリカ大陸が燃えることもなく、スペイン以外の国土は順調に戦線を押し上げていき。毎度スペインだけは手こすりますね。この世界戦のスペインはなんか硬いんだよね。そのままイタリアが降伏。後ろでひっそりと燃えてるオーストリア君かわいそう。ひっそりではないな。ロシアとも従属国たちの意表等で和平を締結したところで、世界大戦は終戦。結果、地球の青さがより美しく広がることに。やったぜ。物事って捉え方と話し方で全く印象が変わりますね。1922年、しばらく会話していなかったフランスからはシャムを移譲しつつ、フランスフォントがよりカラフルになるようお手伝い。物事って従属国たちの併合も進めていき、1932年、大統領は新たな国家政策を打ち立てることに。え、こんな終盤に？我らの故郷は、我らの所有物である。ああ、暴走しだしちゃった。どんなジャーナルなのか気になっちゃって。ちゃっかり移住規制も制定してるし、多文化主義とは別れを告げ、民族国家へと方針を切り替える。国内はてんやわんやですね、これが。ではでは、ジャーナルはっと。アメリカ合衆国国民は、同じ旗印、同じ国家のもとに一つとなったのです。もともと愛国心の強いアメリカには無用でしたね。そうかも。確認できたからよし。そういうことにしておこう。真の傀儡化もなんとか滑り込みで間に合い、1935年12月31日、ついにジャーナル、有力市場を達成し、実績、テクーン、も解除、無事にゲームオーバー。わー。どんどんパフパフ。どうも。
終了ちょっと前の状況がこちら。うむ、いいやおうだ。さすがに従属国たちの併合は間に合いませんね。北米は一つになったから良しとしておこう。技術、資源、立地と恵まれたアメリカはプレイハードルもかなり低く感じたね。欧州勢と絡みにくいのが難点ですが、そんな時は関心を張っておいてねっとりお邪魔プレイしましょう。果たしてこの世界戦は今後どのような未来を描いていくのか。民族国家を採用した合衆国はやがて、おっと、そこから先を語るのは無粋ってものだ。あとは妄想しましょう。妄想だね。と、2022年の実況動画はここまで。次回は EU4 かビクトリア3か、どちらでも私たちの実況を見てみたいという国家やプレイがあったらコメントしていってね。マシュマロポイもお待ちしてます。よろしくお願いします。では最後にメリークリスマス。良いお年をお迎えください。2023年以降の方々が明けおめ。よし、バッチリだ。それでは次の動画まで、チャオチャオ。